はい、どうもミニマリストたけるです。本日もですね、もっちゃんさんのお宅に来ておりまして、今回の動画ではミニマリズムとかミニマリストに関するちょっとインタビューをしていきたいと思いますので、お願いします。お願いします。では簡単に自己紹介をお願いします。はい、ミニマリストを目指して半年で、今ゆるいミニマリストのもっちゃんです。はい、お願いします。早速ミニマリストに関するインタビューをしていきたいんですけども、はい、ミニマリストを目指し始めたのが半年前っていうことなんですよね。はい、きっかけって何だったんですか？たけるさんの YouTube を見て。はいはいはい、そうです。ありがとうございます。それは何で見ようと思ったんですか？なんかミニマリスト自体は昔から知ってて、でもう一回やりたいなとポッと思って、なんか物が多く増えてきたので。なるほど、はい、なるほど。でミニマリストにじゃあなろうみたいな感じだったんですね。はい、生活がうまくいってないと部屋が荒れるんですね。はいはいはい、だから部屋をきれいにしたら逆に生活荒れないんじゃないかなと思って。なるほど、なるほど。そうです、そうです、ね、っていう考えで、あ、じゃあミニマリストっていいじゃんみたいな感じ。そうです、そうです。環境から変える。なるほど、なるほど。確かに環境から変えるってすごく大事ですよね。実際僕の YouTube の動画を見て、はい、でどんなことから始めたんですかね。まずは、はい、衣類とかダニアレルギーで毎年なんかボツボツ出てきちゃってて、4月5月とか去年すごかったんですよ。でまずは衣類から減らそうと思ってカーテンを捨てたりとか、そう、ま、絨毯を捨てたりとか、あと服を捨てたりっていうことですね。はい、そうです、そうです。実際捨ててみてどうでした？変化とかはありました？何か。全然困らなくて、霞ガラスシールを貼ってるんですけど。はいはいはい、そうそう、全然困らなくて。肌の状態とかはどうですか？変わりました？焼けたかもしれない。焼けた。あ、なるほど、なるほど。はい、でもうブツブツはできなくなって、あ、やっぱり肌が弱かったりとか、何か肌のトラブルがある場合はやっぱり物減らすとね、はい、そう、変わりますよね。そうです。で、じゃあ実際にもっちゃんさんはその布類とか衣類とかから手放し始めたっていうことですね。そうです。はい、実際にそのカーテン今でこそないですけど、はい、なんか躊躇みたいなのはなかったですか？なかったです。もう捨てようみたいな。そうです。あのシムさんも見てて、はいはいはい、ミニマリストの、でシムさんも霞ガラシールいいよって言ってたんで、はいはいはい、試したいと思って。なるほど、うん、はい、そうです。で実際手放してみたと。全然そうです。で何不自由もなく、不便もなくっていうことですね。はいはい、あと、まあ、マットも手放したっていうことなんですけども、はい、これ手放そうと思った理由みたいなのって何かあります？マットがダニの温床だった。ああ、そういうことか。そうです。なるほど、そうです。ああ、それでも手放しちゃうっていうことだったんですね。はい、だからもうダニアレルギーとかホコリアレルギーの人は、はい、そういう布系は特に捨てた方がいいですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、で実際に、まあ、半年間いろんなものを手放してきて、はい、で今でこそまあちょっと緩い感じのミニマリストとおっしゃってたんですけども、はい、今までにこれ捨ててよかったなっていうものはありますか？テレビ。おお、テレビ。テレビもないですもんね、はい、そういえば、はい、テレビ手放してどうですか、その生活の変化みたいな。テレビ見る時間がなくなるので、はいはいはい、その時間をジム行ったりとかバドミントンしたりとか。なるほど、別のことに費やせるようになったみたいな。ああ、なるほど、なるほど。他に何か、例えば手放して良かったものとかありますか？あとベッドを手放したんですけど、あ、縦型洗濯機にします。はいはいはい、また、ルームツアーとかでもね、話しましたけど、はい、ベッドも手放して、今睡眠環境がすごく良くなったのと、はいはい、あとは乾燥機付きのドラム式洗濯機にしたことによって、洗濯の手間もなくなったっていう。なくなりました。だから本当生活の効率化できてますよね。睡眠の質も高まって、時間もいっぱいできるので。あ、ね、ちょっとね、高い買い物かもしれないけど、はい、でもそこにちょっと投資してよかったかなっていう感じですかね。はい、ちなみに、まあ、半年前、まあ、ミニマリストを目指そうってなる前は多分いろんなものがあって多分大変な生活を送れたと思うんですけど、はい、もっちゃんさんの中で何が一番ストレスだったとかって何かありますか？掃除ができない性格なのに物が欲しいっていう。あ、そのなるほど、なるほど。なんかごちゃごちゃしてしまって、どんどん空気が悪くなるというか、そう、掃除が大変っていうストレスがあって、うん、で
で今でこそね物を少なくしたわけなんですけど、はい、どうですかやっぱり心境とかそのストレス度合いみたいなのって変わりました。全然変わりました。もうゆとりができるというか。あ、まあ、そうですよ ね, うすね、うん、もう精神的にも肉体的にもね、うん、余裕が出てきますよね。花飾ったりとか、はいはいはい、してなかったんですもん ね,、うん、ね。こちら奥の方にも観葉植物があったりとか、はい、あとちょっと失礼して、うん、はい、この玄関の上の方にもね、はいはい、あの大家さんからいただいたお花があったりとか。そうですそうです、ゆとりが出てきたからかなと思って。うん、はい、なるほどなるほど、まあ、実際物を減らし始めて、はい、まあ、ゆとりが出てきたのがすごく良かったなっていうことですね。そうです。昔特にこれ多かったなっていうものとかってありますか。洋服ですかね。でも40着ぐらいです、うん、で実際半分にされたっていうことですもん ね, ね、はい、これ聞いてみたかったんですけど、まあ、実際服は40着から20着に減らしたわけじゃないですか、はい、それで何か変わったことみたいな何かありますか。良かったことみたいな。3種類ぐらいしかあのルーティンしてるんですけど悩まない。おお、コーディネートに悩まなくなったっていう。昔はやっぱり結構悩んだところがあったんですね。そうです、これとこれどうだろうみたいな。でもそれが楽しかったんですけど、うん、時間かかってたっていう。お、実際どうなんでしょう。僕の視聴者さん、うん、女性が多くて、うん、その洋服を手放しましたとミニマリストになって、まあ、人によっては10着とか15着で少ない服だけで暮らしてる人いるじゃないですか、うん、そんな生活つまらないんじゃないのみたいな、うん、やっぱいらっしゃるんですよ、うん、実感としてどうですか。つまらないです。なるほど。それも難しいんですよね。そうですね。そう、だからコーディネートの手間は省けるかもしれないけど、はい、ファッションを楽しむっていうのがちょっと減るかなっていう、うんうん、気分によって今日はこうしたいとかができないっていうところはありますね。そこはちょっとね改善の余地があるかなっていう。そうです。本当にお気に入りのものだけを買うとか、はい、そう本当にこれっていうものを、ね、数着持つだけでも、ね、ちょっと違った色合いとかを買うのはいいのかなっていうふうに思います。ストイックな人はすごいいいなって思うし、うん、でもそこまでストイックすぎるとつまんないのかなとか思っちゃった。なるほどなるほど。そうです。そうファッションってね難しいですよね。人によって考え方も違うし、僕は全然もう ある程度その清潔感というか、うん、あればいいかなと思ったんで、僕これ同じ服2着持ってるんですよ。夏はこれで着回してるんで、はい、もうそれが一番楽なんですよね、うん、乾きもいいしっていうので選んでるんですけど、そう人によってねやっぱ変わってくるから。女性はそうですね。そうですね、ちょっと難しいところですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。であとはそのもっちゃんさんの中で、はい、その多分今までにいろんなもの捨ててきたと思うんですけど、うん、これ捨てにくかったなとかっていうものってありますか。テレビです。あ、テレビ。あ、なるほど。それはなぜ捨てにくかったんですか。なんか今までずっとあって、あ、自宅でみんなで見る、うん、一家団らんのなんか、はいはいはい、必須のものみたいなアイテムみたいなのだから、はいはいはい、捨てるときにちょっと悲しくなりましたね、はい、あ、ちょっと寂しい感じが。そうです、そうです。なるほど。テレビはいつ手放したんですか。いつ頃。5月。5月っていうと、6月か5月ぐらい。あ、じゃあ 2ヶ月前とかだから、まあ、ミニマリスト目指し始めても3ヶ月ぐらい経った頃っていうことですかね。はい、まあ、実際手放した直後っていうのは結構寂しかったと。寂しかった。どうですか2ヶ月3ヶ月経ってみて。なくてもでも大丈夫だなって。いけるかなっていう。ただの思い出だったんだなって。いい、あの家族との思い出が。なるほどなるほど。それがある意味その手放しにくかった原因ってことですよね。その家族団らんのイメージが、うん、そうです、そう、あの湧き起こってきたからなかなか捨てられなかったってことですね。ですね、別になんかテレビ自体はなくても。テレビ自体はもう捨てた方がいいですよ。なるほど。なんかドラマがあるとか、もちろんテレビがねすごい好きっていう方はまあいいかもしれないですけど、特にもうダラダラ見てる人とかは全然捨てた方がいいですよね、うん、そうですね。はい、ありがとうございます。そしてもっちゃんさんに聞きたいのは、これ捨てて後悔したとか、はい、捨てて後悔したから買い直したみたいなものって何かありました、今までに。ありました。お、それは何でしょう。スポーツジムの水着を、うん、はい、スポーツジム通わないかも捨てたんですよ。お、そしたらスポーツジム通いたくなってまた購入するっていう。そうなんですね。そうです。あ、なるほどなるほど。まあ最初はそのスポーツジムもう行かないだろうと、もうやめようってなって、はい、そうです。あ、もともと市民プールみたいな、うん、区民プール行ってて、はいはいはい、でもうほぼ行かないから捨てちゃおうと思って捨てて、でその後にスポーツジム通ってプールをするっていう。なるほどなるほど。運動が趣味なんですか。
そうですね、筋トレしたいなと、筋肉つけたいなと。なるほどなるほど。で、まあ、実際ちょっとそのいろんなものを手放していく過程で、なんかその趣味思考みたいなのが変わってきて、まあ、それこそなんかお友達とバドミントンしたりとか、ね、スポーツするようになったから、うん、多分必要になったっていうことですかね。そうです。はい、なるほどなるほど。まあ、そういうのもあるんですね。そうです。脱毛の機会を今あるんですけど捨てようかなって思ってて、でも捨てたらまた買い直すのかなとか。難しいところですよね、うん、これまたねちょっと女性ならではの悩みかもしれないですけどね、はい、そのまあ無駄毛処理だったりとかね。そうそうそう、まあ、もう夏過ぎちゃったらいいかもしれないですけどそう捨てたい。あとヨガマットとストレッチポールもジムに行けばあるんですよ。だから ジム行ったらいらないのかなとか。でもジムはやめた方がいいんですもんね。そうですね、あのちょっとこの後動画撮っていくんですけど、はい、あの家計簿の悩み相談、生活費の見直しっていう動画これから撮っていくんですけど、はい、まあねちょっといろいろな、まあ後で話しますけど、その状況が状況なだけにそうちょっとやめた方がいいんじゃないかなって個人的には思ってて、はい、となるとやっぱりねご自宅でやるってなるとやっぱ必要になってくるから、そ、まあ、そこら辺はねまたちょっと後で動画で相談しながらそうです、ね、はい、ちょっと考えてほしいなと思います。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、であとその半年間で、まあ、かなりね物が減らせてすっきりしたお部屋になってるわけじゃないですか。まだ改善の余地あるかもしれないんですけど、まあ、でもパッと見すごくすっきりしたお部屋になられてるんですけど、何かお部屋作りで心がけたことだったりとか意識したことって何かありますか。まずはとりあえず捨てたんですよ。なんか殺風景すぎて、はい、ちょっと好きなものも置いとこうみたいな。なるほど。例えば好きなものって言ったらどんなものを置いたんですかね。インテリアとか。あ、そうですね、はい、ここら辺は残しておいて、だから捨てすぎて殺風景すぎると嫌だなっていう。確かにね、特に女性はそう思うと思うんですけど、はい、だから、まあ、実際ちょっと自分の好きなものとかを置いておこう、ね、残そうと思って、まあ、インテリア観葉植物とかライト、そうです、あと霞ヶ浦シールもなんかちょっとねキラキラしてますよね。あとはあ、上の照明、はい、あのこれルームツアーでアップで映ってるんで見てほしいんですけど、うん、すごいこのライトもねおしゃれなんですよね。好きなものは残すようにしております。なるほどなるほど、まあ、とりあえず最初おっちゃんさんはとにかくバーって物を捨てて、はい、でそこからちょっと殺風景になるのも寂しいから、うん、ちょっとした、まあ、インテリアを、まあ、自分の好きなものを残しておくっていう形でしたっていうことですね。はい、うん、はい、ありがとうございます。半年間で、まあ、かなり物を減らしたってことなんですけど、なんかモチベーションを維持する方法みたいなのが聞いてみたくて、はい、どうなんでしょう実際それ私がたけるさんに聞こうと思ったんです。あ、そうなんですか。モチベーション、はいはい、ミニマリストのモチベーションってことですか。まあ、そうです、なんか物を減らすって多分一気にできないと思うんですよね、はい、1日2日でできることじゃないと思うんですけど、はいはい、まあ、ここ半年間で、はい、まあね、これだけのものを減らしてきたわけじゃないですか。何かそのご自身の中でモチベーションを高める方法は何かあったのかなと思って。はい、はい、YouTube でそれももうたけるさんの YouTube を見たりとか、あ、はい、またしぶさんの YouTube を見たりとかしてモチベーション上げるのとともに、自分でも YouTube をやってるので、はいはいはい、これ減らそうかなみたいな感じで上げることによって、そうですね、それもモチベーションになってます。なので、まあ、もっちゃんさんの中でとにかく YouTube を見るのとあと自分で YouTube をするっていうのがある意味モチベーション、はい、部屋作りのモチベーションになったっていうことですね。はい、なるほど。じゃあまた後であのもっちゃんさんからの質問はまた別の動画で、はいはい、お答えしていきたいと思います。はいはい、ということで、はい、最後にですねもっちゃんさんに聞きたいのは、まあ、ここ数ヶ月、まあ、6ヶ月ぐらいで、まあ、ミニマリストにも目指してきたっていうことなんですけど、実際この半年間でミニマリストになってよかったなって思うことだったりとか、はい、なんか片付ける前と後で変わったことがあればぜひ教えていただきたいんですけど、はい、時間ができて行動が決断が早くなったことですね。まあ、先ほどね、まあ、ちょっと時間にゆとりが出てくるようになったっていうお話はあったんですけど、決断も早くなったっていうのは具体的に何かありますか。
会社に前勤めてたんです、8月末まで、はい、でそれも会社その前もミニマリストになって、うん、時間を短く1時間早く帰りたいって言って、はいはいはい、でそれで時間を作ったりとか、うん、あとは会社結局辞める決断をしたりとか、うん、これから職業訓練校に通いたいとか、うん、いろいろこう自分が必要なもの、自分について考えることができて、これから必要だなって思うことが、うんうんうん、に迎えるようになったら、なるほど、なんか自分のやりたいことがなんか明確になってきたイメージです ね、 そうですね、今のお話を聞いてると、はい、結構ミニマリストさんの多くはやっぱりその、ね、物を減らして例えば生活費が下がってきたりとかするとなんか自分の働き方だったりとか、はい、生き方に疑問を持つようになるんですよね、うん、まあ、そんな感じですね。そうですね、まさに。あ、なるほど、なるほど。で、まあ、今はちょっと変化の真っ最中みたいな感じ で、ね、まだちょっとねこの後も動画でインタビューしていきたいと思います、はい、ということでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。